続いては地元で大人気シェアしてお得な米沢牛。こちらも米沢駅から歩いてすぐ、地元の人が通う人気店、焼肉三好。お肉、美味しそう。三好セットになります。三好セット、はい、こちらがお店の人気ナンバーワン三好セット。米沢牛のカルビ、ハラミ、ロース合わせて6人前と、キムチやもろきゅう、キャベツもついて、なんと7600円。とお肉を焼く前に気になることが、こう、ま、中心がもっこりで盛り上がってて、はい、ちょっと待って、ちょっと今ダメだね、今のダメだね。三好さんではジンギスカン風のもっこりした鉄鍋でお肉を焼くんだそうです。この理由は後ほど。まずはハラミとロースをいただきます。うわー、音がいい。あ、いいですね、いいですね。あれ、あまり焼きすぎない方がいいんですか、ね、そうですね、もうその程度で、もう、はい、もう大丈夫ですか、これ。はい、おお、さらっとレアに焼き上げたハラミ、そのお味は。うん、美味しい。お肉柔らかいし美味しい。脂身とこの赤身のさっぱり感が、そうですね、ちょうどいいですね。熊谷はロースをいただきます。脂が水かっていうぐらいサラサラしてますね。スーッと入ってくる、うん、体にいい脂って感じがします。続いて最後のカルビを焼く前に、ご主人からキャベツを焼くよう勧められる2人、もっこり鍋の周りに並べていきます。これでカルビを焼く準備が完了なんだとか。果たしてどうやって味わうのか。おー、あっ、すごい、キラキラ、うわー、滝だよ。こことかもすごい、ウォータースライダーみたいになってる。油が落ちてる。これがキャベツに行くんですね。いやー、そうなんです。キャベツを敷いたのはカルビの美味しい油をじっくり染み込ませるため。その味も気になりますが、まずはカルビから。溶けるの早い。もうない、うん、もうないの、もうない。すごい、とろけます ね、 ね、すごい美味しい。そんな激うまカルビの脂をたっぷり吸ったキャベツのお味は。美味しい、これは美味しい。すごい甘い。タレつけなくても食べられるんじゃないかってぐらい甘いですね、うん。改めてですが、米沢牛のカルビ、ハラミ、ロースが6人前、その他もろもろセットで7600円は破格です。3人で割ったら1人当たり2500円ぐらい、うん、リーズナブルに、ね、お得ですね、うん。さらに三好セットご注文の際、仙台いろはを見ましたと伝えると、米沢名物青菜漬けをサービスしてくださるそうです。ご主人ありがとうございます。